こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日も持続化給付金のことをちょっとお話していきます。この持続化給付金っていうのはネットワークビジネス、ねを事業とした意識でやっていって、事業として捉えてきちんと事業者登録をして、そして確定申告、納税もね、ごまかさずにしてきた方に関しましては、本当にね、渡りに船といいますか、すんなりと審査も通ってね、すぐに入金がされる、いわゆるね、助け舟になったと思います。ただですね、こういう制度があって、そしてその制度がネットワークビジネスに使えるよっていうことを誰かが言って、あ、なるほど、使えるかもなというふうに気づいた。そして必要な書類が全然用意されてないと。あ、開業届もない。確定申告もしてない。慌てて今からやろうと思ったら、やっぱりね、いろいろと不都合が起きてきます。第一にそういう手続きに慣れてないんで、どうすればいいのかわからないってところで、いっかっていうふうになってしまうと。第二にですね、これ後から調べられてめんどくさいことにならないんじゃないかなっていうふうな余計な心配をしてしまいますよね。ネットワークビジネスって事業ですから、自分の会社なんですよ。で、その自分の会社が保護を受ける、補助を受けるときに何の躊躇をためらべられないんですよ。ですので、これはね、今までちゃんと手続きをしていかなかったからこそ起きる不安なんですよね。で、3つ目なんですけども、やっぱりね、顧問の税理士さんとか会計士さんとかね、それから弁護士さんまでつけろとは言えませんけども、社労士さんとか、こういうふうな助成金とか補助金に慣れた人と普段ちゃんと顧問料を払って付き合っているかっていうところもありますよね。もちろんこういう問題が起きたからこそ初めてね、問い合わせるっていうのも悪くはないんですよ。悪くはないんですけども、どちらかというと事業しているという建前上ね、普段から法律家の方と相談する、顧問関係を結んでいくってことは、私はね、当たり前だと思うんですよ。私は当たり前だと思いますけど、それは他の人には強要しません。他の人にはやっぱりね、いろんなスタイルがあると思いますので、それはそれぞれ自由なんですよ。私が言えることではないです。ただやっぱり真っ当にやってる人には持続化給付金は真っ当な救済策になりますけども、ある意味ね、税金をちょっとね、払ってなかったとかね、このぐらいいいだろう、分かんないだろう、売り上げ少ないしみたいな感じで、ちょっと手をつけてなかったに関しましては、二の足を踏むことになっていたかもしれません。これを機会にですよ、まっとうなビジネスを私はやってほしいと思います。ちゃんと事業主登録をする、開業届を出すか、もちろん法人が一番いいんですけどね、法人を作るか、開業届を出すかをするんですよ。これがまず自分が事業している、自分が経営者になる、自分が社長になったっていう意識の表れです。メルカリ転売だろうが、アフィリエイトだろうが、何でも同じです。やっぱり自分は事業者なんだっていう意識を持ってやっていかなくてはなりません。中にはね、法人作ったら経費がかかるじゃないかっていう人もいますけども、その経費が払えないぐらいのビジネスだったら、そんなにね、やってもいいことにはならないのかなと思うんですよ。法人設立するときに30万、法人の多分ね、売上にもよりますけども、大体年間30万ぐらいの経費ですよ。だから年間50万ぐらいの利益を取るつもりなんだったら、やっぱり法人作ってもいいのかなと思いますし、少なくとも開業届は出すべきかなと思うんですよね。今回ね、こういうことになって、せっかく受給資格があるのに書類がなかなか進まなくって、やっぱりね、めんどくさくなっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、そもそもこの持続化給付金が自分に、ネットワークビジネスをやってる自分に当てはまるんだっていうのは、この一瞬で思えないといけないんですよ。そうじゃない方が多いなと思うんで、私がね、しつこくこうやって放送するわけなんですけどね。だからもう自分が事業してるとか、事業してるんだったら開業届け出すのは当たり前、法人設立は当たり前、そして納税当たり前っていうところが全てのスタートラインです。本当にね、軽い気持ちで自己アフィリエイトからやってしまう人がいますけども、自己アフィリエイトでも所得を得たら、やっぱりそこは雑所得なりね、事業所得なりで計上していかなければ、細かい意味ではね、摘発なんてされませんけども、脱税ってことになりますし、それは事業の道を踏み外すことになると思うんですよ。だからこれを機会に、もう一回一から自分がビジネスで稼ぐ人間なのか、それともビジネスで稼ぐことは妄想で、そういうふうな世界があるんだなってことを知るのが面白いというふうな、ちょっと趣味感覚で見るのか、同人感覚で見るのかね、そういうふうに考えてみてはいかがかなと思います。私はやっぱりね、法人を作ってやるべきだと思うんですよね。で、しっかりと売り上げを上げていけばいいと思うんですよ。100万、200万、年商で300万とか500万とか、それから年間の粗利をね、やっぱり2、300万取っていくぐらいの気持ちでやった方が、結局は人生は豊かにならないと思うんですよ。自分の事業で
稼いでいく、それが年間100万でも200万でもいいんですよ、大したもんだと思いますよ。そのぐらいを自力で稼ぐっていう風な気持ちで、うん、やっぱり自分のビジネスをスタートするっていうことじゃないかなと思うんですよ。だから副業感覚じゃないですね、もう本業感覚ですよ。それは事業者感覚だと思いますということでございます。いろいろと気づいたことね、皆さん多かったと思いますんで、やっぱり納税をすることはね、絶対ですね、そういうふうな考えでやっていってください。